やったらなんかデリッシュキッチンさんが説明しとるような記事にならんくて、そう全然違ったんよ。デリッシュキッチンさんのやつはなんかもうちょっととんろりとんろりしとったんよ、記事がこう持ち上げた感じとかね、とんろりとんろりしてたのに、なんかシャバシャバだったんですよ、アリさん。え？配信止まるけど、どういうことどういうこと？もうどうじゃね。マジ？どうでしょう？あ、更新したらオッケー？治った？戻りました。なんか Wi-Fi 切ったら配信できませんとか言われた。えって感じ。止まらない止まってない。 OK。 なんかデリッシュキッチンさんのを見たらね、こうドローンドローンって感じのトロトロ生地ができとったんよ。なのにアリサがで完成したのはなんかシャワシャワ生地だったんよ。だからあれーと思って、じゃあもうちょっとホットケーキミックスを入れてみようと思ってここ足したんよ。分量通りにやっとったけど、ちゃんなんか違う、なんか違う感じになったけど足したんですよ。それで作ったらなんか硬くなった。そう、このフスンってこうフォークが入る美味しいチーズケーキじゃなくて、なんかフッってフォークをやってもあんまりカタカタチーズケーキができた。そう、クッキーみたいになった。クッキーだと思って食べたら美味しいんやけどね。でも分厚い厚みがあるからさ、全然できんかったけど、味は美味しいんよ。味はめっちゃ美味しいんよ。あのミッキーの形のチーズケーキ、オレオチーズケーキ、あれは失敗したんだ。そう、明日はね、あの豆腐がいっぱいあるから、ミネオシ家にはだから豆腐を使ったあのお菓子作りをしようと思って。どう、ヘルシーだよね。絶対ヘルシーでよくない？豆腐を使った、あれを作りたいと思います。ホットケーキとかなんかいろいろできるよ。豆腐お菓子、豆腐ケーキ、豆腐プリン、豆腐なんとか。いっぱいできるんだよ。そう、だからそれに挑戦してくる明日は一人で。楽しみだぜ、楽しみだぜ。そう、豆腐がお菓子になる。豆腐そのまま食べるより絶対いいよ。この前はあの揚げ豆腐を使ったんや。厚揚げ豆腐、もう揚げ もう揚げ揚げされとる厚揚げ豆腐を使ってお料理したんですけど、そう